どうもこんばんは、森ちんです。さあ MHF なんですけども、今回ですね、今僕が装備しているこちらの防具、今週新しく実装した手連動の転移防具連撃ですね。これについて今回いろいろねお話できたらなというふうに思うんですが、まあどんなことをね話していくのかというと、この連撃がめちゃくちゃ強いので、どれだけ強いのかっていうところを力説していこうと思います。もう力こもって、お話できたらと思いますので、もうプレゼンしていきます。マジでめちゃくちゃ強いので、本当に強いです。特に腰がマジでやばい、特にやばい。皮膚体の方、まだ負体を持ってないっていう方は、もうこの腰はマジで人気、もうずっと使っていい、全部の装備に使っていいぐらいめちゃくちゃ強いので、もう本当にこの連撃マジで強いので、そういうところをいろいろお話できたらと思います。じゃあね、まずね、性能の方から確認していこうと思うんですが、僕も連撃とりあえず 1V 作ったので、必要素材、生産強化に必要な素材とかはその性能を見た後にね見ていこうと思いますので、よろしくお願いします。それじゃあまず性能なんですが、はい、見た目こんな感じで、剣士の性能がこんな感じですね。上からいきましょう。攻撃6、幕なし10、吸血7、剣心6、血気マイナス4、幕なし強化、これが頭で、胸が攻撃後剣心後幕なし後私服後抜能10で攻撃強化、これが胸と、で腕が攻撃10、猛進後天雷後税撃後スキル枠拡張で、これが腕 でそして腰が1010、攻撃4、剣心後天雷後腕利き後耐震強化で、足が、攻撃6、一点突破10、交流6、猛進6、3回の守りマイナス5、スキル枠拡張ということで、やばいっすね、マジでやばい、めちゃくちゃ強いです。で続いてガンナーの方見るんですけれども、ガンナーの方こんな感じ、頭が攻撃6、幕なし10、射手6、弾丸節約術6、血気活性マイナス4で幕なし強化ということで、で続いて胸が攻撃5、射手5、空撃5、一点突破5、抜能10、攻撃強化で、腕が攻撃10、空撃5、踏破5、猛進5、スキル枠拡張で、腰が1010、攻撃4、射手5、天雷5、腕利き5、耐震強化で、足が攻撃6、一点突破10、弾丸節約術6、猛進6、3回の守りマイナス5、スキル枠拡張ということで、もうね見てもらえばわかるかなと思うんですが、めちゃめちゃ強いです。ちょっと頭いってんじゃねえかってぐらい強いです。ZP 防具でフィンスの頭とかが攻撃10、交流10とかいうなんかすごいスキル値だったりとかあったと思うんですけども、10周年アニバの属性攻撃強化10、交流10みたいな、片手剣の頭とか、ため威力10、ため短縮20みたいなね、なんかああいう防具あったと思うんですけども、あれに勝るとも劣らないというか、むしろ勝ってるんじゃないか、無課金っていう点で言えば勝ってるんじゃないかってぐらいね、もう本当にこの防具めちゃめちゃ強いので、まあまあね、性能とりあえずざっと見たのでね、詳しいところを話していけたらと思うんですけども、まずこの剣士の頭の幕なし10ね、強いね、ありがとうございます。これはもう素晴らしいですね。でさらに攻撃6、剣心6、吸血7っていうことで、ちょっと前にゴルガの ZX、 アルガの ZX っていうその頭の装備がイベント防具で来てたんですけれども、それが攻撃6、幕なし6、先天6、天雷6みたいな、確かそんなだったような気がするんですけど、あれよりも断然強いですね。うん、スキル値がもうめちゃめちゃ高いですから、もうめちゃめちゃ強い。ゴルガのヘッドとかのね防具に関しては ZP 防具とほとんど同じスキル値だったねみたいな、鳴らしていくとそんな感じになっちゃうねみたいな感じだったので、こっちはもう本当にめちゃめちゃスキル値高くて素晴らしいですね。ただ血気活性がマイナス4になってるんですけど、これに関してはほぼマイナスじゃないかなと思ってます。理由はいろいろあるんですけど、基本的にその血気活性を使いたい時っていうのは、血気強化とかの部位ですごく強い部位、例えばミド腰とかね、辺がめちゃめちゃ強くて血気活性がよく入ってたりとかするので、この連撃の頭に関しては火事場構成で使えば、ね、デメリットゼロで使うことができますので、これはね本当にもうプラスでしかないというか、なんというか、むしろ血気活性ね発動させたくない、火事場装備でクソ発動しちゃうぜみたいな時に使ってあげれば、血気活性マイナスにできてね弾くみたいななんていうこともできますから、これは本当に強いなっていうふうに思いますね。ただまあね、幕なし強化がね、結構欲しい武器種って限られてるというか、幕なし強化自体ね、幕なしを発動させ続けるために使うみたいな
感じで、あんまり強いスキルっていうわけではないので、そこがちょっとまあね、これスキル枠拡張とかだったらよかったんだけど、まあ幕なし強化っていうことで、まあ、数少ない幕なし強化の部位ではあるんですけども、幕なし強化の評価自体がちょっとあれなんで、そこはちょっと残念なポイントかなと思うんですが、まあ普通に幕なしプラス10で幕なし強化使いたい時なんかはもうこれはもうめちゃめちゃ強いです。で続いて胸なんですけど、胸はねもうやっぱ罰の10入ってるのが超強いで、剣士の場合攻撃強化とかって普通にねガンガン使っていけるかなと思うので、これは本当に強いですね。であとこれ攻撃強化入ってて罰能入ってて、じゃあなんで私服が入ってるんだっていう話になるじゃないですか。これもあの極み討伐とかそういうガチ系のねバトルをするときなんかは攻撃強化も入れるし攻撃も入れるし私服も入れるしみたいな、そういうもう本当にハイブリッドな構成というか火力モリモリにしていく構成ってよく使うと思うんですよ。まあやる人はやるっていう感じかもしれないんですけど、そういう構成ね、ガッチガチの火力モリモリの構成を組むんだったらこの部位はマジで人気になってくると思うので、これもめちゃめちゃ強いですね。最近だと極みボガバドルムとか来ましたけど、あの時にその片手剣使ってる人も私服強化入れて私服やってで攻撃強化も入れてみたいな感じで、もう倍率モリモリにしてっていう構成で倒してる人結構いたので、そういう構成組む時とかもう本当にこれ重宝すると思うのでめちゃめちゃ強いなっていう風に思います。で続いて腕なんですけれど もう腕は単純に攻撃盛りやすくて強いなっていう感じですね。税撃猛進天雷ここら辺すごく汎用性の高いスキルかなと思うので、そこに攻撃10が入っててスキル枠拡張でって言ってね、まあ、攻撃6とかにもしやすいし非常に使いやすい部位なんじゃないかなと思います。まあ、ただねこの部位に関しては攻撃10のうちの5ポイントが他のスキル5ポイントだったらってことを考えると、今までの ZX の装備とあまり変わらないかなっていうふうに思うので、まあちょっとこれどうなのかなっていうふうに思ったりもしたんですけど、あの攻撃が10単位で入ってるっていうだけで、その攻撃の総ポイント装備全体ね、装飾品とか武器スローとかカフとか、ね、装備でっていうところで稼げる攻撃のポイントの総量がこの攻撃10のおかげで増えてますので、まあより攻撃6にしやすいんじゃないかなと思うので、まあそういう攻撃6になかなかできないなっていう人はこの部位使ってあげるとすごくいいんじゃないかなと思います。続いて腰なんですけれども、この腰が一番僕はやべえなって思ってます。特にその今やっぱ負帯まだ取ってないよっていう方いると思うんですよ。でそういう方なんかはあの血色の腰、あれが欲しいと思ってる人結構いたと思うんですね。その血色の腰っていうのが耐震強化でね攻撃が入っててみたいな感じですごく強いねイベント防具だったんですけど、それイベント防具だったんでもう今手に入らないんですよね。僕はあの昔血色のね動画を出した時にもう本当にこれ血色めちゃめちゃ強いから絶対取っといてって言ったんですけど、やっぱりまだねその頃ダブル Z じゃなかったりとかしたので取ってないって人ね結構いたので、まあその代わりとして使うことできるんじゃないかというか、まあ完全にもう皮膚代の方だったらもう上位互換として使うことができるんじゃないかなと思うので、これはやばいですね。まあこれもうスキルポイント見ると分かりますけども、攻撃4入ってる上にさらに一戦も10入ってるからこれやばいですよ。あのこれに似た防具でラビウスっていうねそのガチャ防具があるんですけど、あれの頭が攻撃後一戦中腕利き後献身後吸血後スキル枠拡張っていう感じですごい似てるガチャ防具があるんですよ。これ出た時も僕はもうこれは絶対に引いといた方がいいって言って、まあ僕自身も引いたし、その装備で合戦9みたいなね装備、まあ武器スロ使っちゃったんですけれども、まあそれ組んで、ですごくいいなっていう風に思ってたし、でまあだからそのラビウスの頭と組み合わせるともうさらに合戦9っていうのがすごくやりやすくなると思いますので、これやばいですね。マジで強いです。でラビウスは課金なんですよ。でもこっち無課金なんですよ。まあ、シュレンドをやんなきゃいけないけど、シュレンドを50階層まで1回はやんなきゃいけないわけだけど、でもこれ無課金だからいや強いね。これほんと強いね。確かに攻撃1ポイントラビウスより低いけど、いや無課金だったらこれ全然いいと思いますよ。これやばいですよ。でさらにポイントが高い点で言うと、やっぱ腕利きが入ってることですよ。この腕利きが入ってるとね、やっぱ皮膚体の人は安心して狩ることできますから、早食いも入ってて移動速度も入ってて新根性も入っててっていう感じで、もうこの腕利きがもう本当に転移戦とかで重宝するので、いやこれもう本当に強いです。連撃の腰で耐震強化なのが嬉しいよね。耐震強化って転移戦の時にちゃんと入れて対策しないと死ぬんですよ。これ入れないと、例えば転移種ギアオルグだとかで転移ドドブランゴとか、あの辺やっぱり火力が高かったりとか、なんか技でなんかもうゴロ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 ってドドブランゴとか雪玉の中に入れて死んじゃうみたいな攻撃ありますから、ああいうの食らわないためにもやっぱり耐震強化っていうのは入れないとやっぱり死んじゃいますので、この耐震強化がこの強い部位に入ってるっていうのは非常にポイントが高いなって個人的に思っております。
まあそんなわけで腰のいろいろ長くなりましたけれども、そんな感じでもう本当にこの腰はやばいです。皮膚体の人は絶対に作るべき、絶対に作って使うべき、そんな部位です。ということで続いて足なんですけれども、足これ3回マイナス5入ってるじゃないですか。これが何を意味するかっていうと、今まで付帯を使ったスキル構成で3回の守りを抜いてさらに火力スキルを盛ろうっていうねスキル構成を組もうと思った時に、極ラビー玉が2個必要だったんですよね。今までのラビー玉ね、極ラビー玉以外のラビー玉っていうのは全部3回の守り3が入っているので、付帯玉5個入れると3回15になって合法2が発動しちゃうんですよ。ただこの防具を 1V 使ってあげれば、今までその極ラビー玉2個入れて3回の守りを9までに止めておいて合法を発動せずに火力スキルを盛るっていうことをしてたんですが、それをしなくてよくなるというか、この防具 1V 使えば極ラビー玉が1個減らせると、そういうわけですね。これいいですね。まあ欲を言えば3回の守りマイナス6だったら極ラビー玉0で3回の守りなし、合法なしの火力モリモリの、もう攻撃は全部避けますよ、方向も振動も風圧も全部避けるよっていう、すごいクロート向けの装備がね極ラビー玉なしで組むっていうことができたんですけど、まあそこまではさすがにぶっ壊れなかった。さすがにそれをやっちゃうとね、やっぱ極ラビー玉作ろうって人が減っちゃうのかなって思ったので、やっぱ極ラビー玉1個必要ではありますが、やっぱり極ラビー玉作るの大変なんで、これね2個から1個に減らすことができるっていうのは非常に強いんじゃないかなと。でそれもそうだし、この一点突破10も強いよね、やばいよね。僕この前極みボガバドルームソロ討伐したんですけど、その時片手剣の構成だけど一点突破入れたんですよ。それぐらい一点突破って極み戦とか、まあそういう強い敵と戦う時はめちゃめちゃ重宝するんですよね。正直片手剣とか双剣とか、あとタチとか、ね、その辺、まあ、タチはワンチャンいけんのかな、まあ、その辺の武器集で一点突破を入れるのはどうなのかなって、ね、扱いきれないんじゃないかなって思ったんですけど、全然そんなことなくて、特にでかい敵なんかやっぱり一つの部位をしっかり狙っていって火力を出すっていう戦法ね、めちゃめちゃいいかなと思うので、この一点突破10入ってる足もめちゃくちゃやばいです。まあこの連撃のどこが強いかって言われたら、やっぱり腰と足なのかなっていうふうに思うんですけれども、いやーもうほんとびっくりだね、こんなのが実装しちゃって大丈夫なのって感じなんですけども、まあなんか最近どんどんスキルポイントね上がってきてますけれどもね、フィンスの頭とかを筆頭にどんどんねスキルポイントの装備 1V に入ってるスキルポイントのね数のアベレージってのが上がってきてる感じありますけれども、またさらにインフレしていくのかなっていう感じなんですが、まあまあまあ時代が移り変わっていくってのはいいんじゃないですか。そういう風にね変わっていくのもいいんじゃないですか。天守が狩りやすくなるのはすごくいいことだと思いますよ、そうやって火力が上がっていって。でまあガンナーの方なんですけど、ガンナーの方まあほとんど一緒です。言うことほぼほぼ一緒、頭は血気マイナス4で幕なし10入ってて幕なし強化だし、でまあこっちね胸なんかは空撃入ってて一点突破入ってて抜の銃で攻撃強化みたいな感じだし、もうほとんど一緒ですね。でまあ腕がね頭破入ってたりとかでちょっと違うかなっていう感じなんですけど、まあ頭破ねガンナーだと全然使いこなすの可能ですから、猛進強化があれば頭破のスタミナ減少を無効にさせることもできますからね、これもめちゃめちゃ強いし、でまあガンナーでねまだ付帯持ってない方なんかはもうこの腰耐震強化入ってるから振動攻撃の時もね打ち続けることできますし、でまあこの足なんかも一点突破入っててガンナーとすごく相性がいいし、でガンナーね3回の守りいらないっていう場面結構あるんですよ。今耐震強化を入れてればねその振動攻撃の時も打ち続けられるとか言ってたんですけど、まあ、そういうことせずにもうそもそも近づかないっていうガンナーの戦法普通に今までもありましたから、ガンナーは3回の守りを入れずにやるっていうそういう戦法あったんで、この連撃のガンナーの足があればまたその3回なしのガンナーってのがね組みやすくなるかなと思うので、もうこれもねめちゃめちゃ強いなっていう風に思います。ちょっと僕も3回なしのガンナー組みたいなっていう風に思うんですけど、いやもう本当に連撃強いですってな感じで、まあどうだったでしょうか。かなり長いこと熱く語ってしまいましたけれども、すごくもう体温が上がってもう汗だらだらなんだけど、マジで強いです連撃、やばいです。前回来た煉獄も強かったけど火じゃないです、もう人気です、これやばいですちょっと熱くなりすぎてるかもしれないんだけど、本当に強いから、もう特に皮膚体の人、まだ付帯玉持ってないよって始めたばっかりの人はこの腰、これだけでも絶対に作ってほしい、本当に強いんで。始めたばっかりの方ってコリニーを作ったと思うんですよ。でそのコリニーには風圧耳栓耐震強化ねちゃんと完備されてたと思うんですけど、それのうちの耐震強化がこの腰には入っているので、まあそのコリニーの耐震強化の部位抜いて他のね部位にして、で連撃もしっかり入れるみたいなことをしてあげればもう非常にいいかなと。さらにこの1戦10攻撃4なんでね、合戦の値上げやすいんで、もう本当にこれも絶対作って
ってください。お願いします、お願いします。本当に強いんで。でこの連撃を作るのに必要な素材っていうのが和撃の布っていうんですけど、これは手連動の最高振動が50に達している必要がありますので、まあそこに関しては頑張ってください。なんとか頑張りましょう。正直破格というか、ここまで強いと僕80階層とかまで必要なのかなって思ってたんですけど、まあ50でも十分きついとは思うんですけど、これはね頑張る価値ありますよ。手連動50階まで頑張る価値全然あります。ということで、性能について長く喋ってきましたけれども、素材ね、生産強化に必要な素材確認していこうと思います。僕は剣士の腰をね作ったんですけれども、それのまあ ZX1 までの素材ねとりあえず確認できるようにしてあるので見ていきましょう。はい、それではまず和撃の布をね交換するんですけれども、50階層まで行っていればここにね緑色で表示されますので、46枚しっかりと交換して 23,000 カリピー必要ですので、しっかり 23,000 カリピー用意して46枚交換してあげてください。そしてはい、転移防具の生産の欄に連撃の帯ねこちら出てきますので、しっかりと生産してあげてください。生産段階での性能こんな感じ。攻撃プラス3、一戦プラス4、献身プラス5、天雷プラス4、腕利きプラス5、防戦低いんですよこの段階、すげー低いのよ。だから生産段階は全然使い物にはならないです。ただまあこの後のね ZX になる時がマジでめちゃめちゃな強化になるので、いやもうこれ本当にちゃんと最終強化までしていきましょう。で、素材こんな感じ。和撃の布が1枚必要で、ドラギロスの鱗が必要になりますね。この時点でちょっと不安ではあるんですけれども、じゃあまあ次強化していくとこんな感じ。 ZF で、防御力が40上がって400になって、スキルポイントは攻撃がプラス1されます。まあこの段階でなんか普通の ZP 防具ぐらいのねスキルポイントなのかなっていう風に思うんですが、まだまだ上がっていきます。で素材の方こんな感じ。ガノトトスのゲルと稲神の尻尾とドラギロスの尻尾が必要になります。稲神の素材はやばいですね。でまあまたねドラギロスの尻尾5個必要なんですけど、まあこれはしっかりと集めてね作りましょう。で続いて ZY なんですけども、ここで防御力20下がって380になります。ここから ZY のレベル7までねどんどん防御力上がっていきますので、で性能がこんな感じ。一戦がプラス1されます。まあもうこの段階で ZX級なのかなみたいな、いろんな ZX と同じぐらいなのかなみたいな感じなんですけど、まだ ZY ですよ。でまあ素材がこんな感じ。ドラギロスの玉が3つと稲神の尻尾が1つと、ガノトトスの尻尾のトゲですね、これが必要になりますのでしっかり集めてください。でそして次のレベル2がこんな感じ。トリドクレスの素材も必要になります。まあ毛なんでね別にコモンだからあれなんですけど、まあで続いてレベル3、はい、稲神の素材もガンガン必要になってきますよ。でレベル4、レベル5、レベル6、レベル7で、そして最終強化の ZX なんですけれども、ここでね ZY で419まで防御力上がってたんですけど400に下がって、スキルポイントはこんな感じになります。一戦がプラス5されて天雷がプラス1されます。やばいね、 ZY から ZX の上がり幅マジでやばいんで、すごいですよ。まあ、絶対 ZX1 以上にはしなきゃいけないなっていうふうに思うんですけども。で素材がこんな感じ。稲神の純レアと、ね、ドラギのレアとでドラギ星4の角が必要っていうことで、まあ、一応こんな感じで ZX1 までの素材でした。あれあれあれ、和撃の布が11枚足りないなーって思った方いると思います。そうなんです、私森チン間違えて最初ガンナの防具を作ってしまいました。いやもうほんと悲しい。さっき生放送やってたんですけど、その時にもう適当にやっててガンナーのねこの腰巻きの方を作ってしまって、ガンナーの方も見ていきましょうか。ガンナーの方も、最初こんな感じです。で、素材もこんな感じ、パパパッと進んでいって、はい、こんな感じですね。ここで攻撃のスキルポイントが上がってます。で素材がこんな感じ、同じですね、ほぼ同じで、 ZY になる段階で一線が1上がってっていう感じです。でここで気づいたんですよね、てか教えてもらったんだよね、モニチンそれガンナー作ってね、うわーって言ってちょっと本当に皆さん確認しっかりとね、剣士ガンナーの順で並んでますんで、ちゃんと帯ですよ、剣士は帯なんで、ちゃんとね剣士ガンナー間違えないように生産してあげてください。ということで、連撃について熱く語るプレゼンする動画でございました。もう本当にこの連撃めちゃくちゃ強い人気なので、多分今後しばらくあと半年くらいは確実に
最前線級の装備、いや最前線の装備として僕たちの最強装備を作る手助けをしてくれると思いますので、もうこれぜひ確保しておいてください。まあ1週間に1部位ずつしか作れないんですけど、サブキャラでも道をね50階層までやっていれば2万3000カリピー稼いでね毎週交換するってことができるようになりますので、まあ余裕のある方はサブキャラでも深度50まで進められるよって方はしっかり50まで進めて毎週交換できるようにしておくと早く集められるのでおすすめだと思います。僕はとりあえずガンナーを作ってしまったので来週までお預けです。来週あたりに連撃の腰とラビウスの頭を使った合戦9の装備動画みたいなのね作ろうかなと思いますのでよろしくお願いします。それじゃあ今回はこんな感じで、ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。グッドバイバイバイ。